なべてよの、哀ればかりを問うからに、近いしことを神やいさめん、と斎院の歌が伝えられる。そんなことをおとがめになるのですか？その時代の罪は皆、死などの風に追ってもらったはずです。源氏の愛嬌はこぼれるようであった。このみそぎを神は、かっこ、小伊勢路とみたらし川にせしみそぎ、神は受けずもなりにけるかな、かっこ閉じる、お受けになりませんそうですね。千字は軽く冗談にしては言っているが、心の中では非常に気の毒だと源氏に同情していた。羞恥深い女王は次第に奥へ身を引いておしまいになって、もう千字にも言葉をお与えにならない。あまりに哀れに自分が見えすぎますから、と深い嘆息をしながら源氏は立ち上がった。年がいってしまうと恥ずかしい目に遭うものです。こんな恋の憔悴者にせめて話を聞いてやろうという寛大なお気持ちをお見せになりましたか？そうじゃない。こんな言葉を女房に残して源氏の帰った後で、女房らはどこの女房の言うように源氏をたたえた。空の色も身にしむ夜で、木の葉の鳴る音にも昔が思われて、女房らは古い頃からの源氏との交渉のあったある場面場面の面白かったこと、身に染んだことも心に浮かんでくると言って、斎院にお話申していた。